スト6等では、プロが大会で出すキャラを複数用意するのが結構増えてきていると思うのですが、ウニではあまり見られないように感じます。浅瀬民の主観なのですが、ウニの方がキャラが尖っている分、有利不利がはっきり出るので、被せが増えそうに思えるのですが、どのような要因があるのでしょうか。はい、お便りいただきありがとうございます。歴史ですかね。あのね、スト6もウニ2も、まあ新作ではあるんだけど、ウニ2って、なんだろうな、割と無印ウニからずっと、というかまあエクセレートぐらいか、からずっと続いてて、そんなに変わってないんだよね、ベースが。だから、何キャラか被せるのも全然やるんだけど、ちょっと10年分のやり込みに匹敵する被せキャラかなり足すのが大変っていう話。実際その、例えば、そうだな、エボジャパンでも優勝した共産。共産は、まあゴールドメインですけど、ゴールドを、剣、ワレン、炎気道。このキャラが確か回せるはずで、多分、なんだ、組み合わせによっては全然出てくると思うんですよ。他キャラが。まあゲーム自体うまい。で、アンダーナイト自体うまいのもあるんですけど、ゴールドだけじゃなくて、ワレンあたりはかなり、実際 KGP とかでも一回出てるし、サブキャラとして出てくるんですよね。だから普通に出すこともあるから、全然あるんですけど、なかなかね、習得難易度も高いとは思うんだよね。正直。習得難易度も結構高いとは思うんだよな。で、そうですね。まあ、ディファイントさんとかも、ロンド、ハイド、あと誰だっけ。まあ、結構多キャラ扱いですね。何でも使えるんだ、あの人。で、結構やっぱその辺も合わせてる気がしますけど、まあ、言うてでもメインキャラは一体みたいな感じになってるかな。で、ああ、なるほどね。アンダーナイトはキャラ相性差が少ないイメージある。逆か。逆の考えか。そうですね。言うてコンボゲーっていうのもあって、ちゃんと勝ち筋に持っていければ、どのキャラも全然勝てちゃうっていうのがあって、キャラを変えるまでもないな、ほどでもないなってなる。他ゲーに比べると、は実際あるかもしれん。不利な組み合わせはもちろんあるけど、そこでキャラを変えた方が楽かもなってなるかもしれないんだけど、なんとかなるかもっていうね。その範疇に収まってる感じはします。ストリートファイター系のゲームは割と尖ってる組み合わせも多いのもあって、なんだろうね。まあ、ピックとして別キャラを出すっていうのはありそうだなという気がしますね。ゲーム的には。立ち回りが息苦しい系のジャンルなので、ストロークとかストリートファイターってね。で、立ち回りの時間が長い。技を振ったり牽制したり、差し合いする時間が長い。ので、そこの連動って、実はね、フレームじゃなかったりするんですよね。肌感というか、かなりアナログな部分もありつつのデジタル攻略なんですよ。まあ、もちろん近代攻略なんでデジタルなんですけど、立ち回り部分って結構経験値、正直。だから、そこでね、なんだろうな、サブキャラを出すっていうのは、サブキャラっていうか、そのなんだろうな、サブキャラ出すの結構勇気はいるんですけど、経験値が必要がゆえに、無理なもんは無理ってなる可能性は全然ある。攻略がちょっと博打に寄っちゃうというかね。なんで、まあ、割とね、ちょっとその辺はやっぱゲームによって確かに違うんだよな。アーグレボーでブギーさんがゴールドに対してワグン出すかと思いきやヒルド一本。あー、確かにね。まあ、プライドバトルみたいなところはね、結構あるかもしれん。ここで変えてももちろんいいんだけど、なんとかしていきたいみたいな。気持ちで負けたくないみたいなのはある気がするんだけど、だからこれが、なんだろうな、もうちょっとデジタルに本当に勝ちたい。例えば賞金100億円、1億円かかってるみたいな、なった時に、本当にそのキャラを貫き通せるのかみたいな話はあるかもね、正直。この辺は結構やっぱゲームによる規模感とか、抱えてるもの、背負ってるものの違いなような気もしないでもないです。プロの、ストロークのプロは、まあ正直、なんていうのかな。人生がかかってるじゃん。まあ、かかってない人もいるかもしれないけど、基本的にはかかってると。ま、さすがにさ、優勝して1億円とかもらえるんだったらさ、そりゃね、人生かかってんじゃん。まあ、1億円はもらえないにしても。で、まあ、ストロークで、プロとしてやって、もちろん大会で優勝するだけで成績を立ててるわけではないんですけど、まあ、もちろん結果を出して、知名度上げて、配信もやってっていう中で、複数キャラ用意するっていうのは、まあ、勝ちにね、とにかく勝ちたいっていうんだったら、何もかもトライしたい方が良い。けど、その労力はすごくて、複数キャラ仕上げるのって、どの格ゲーでもきつくて、普通無理なんですよね。なんだろう。普通無理、正直。例えばアンダーナイトで、
まあ、さっきの名前も出ましたけど、ブギーさんとかが、なんだろうな、ワーグナーも使えるし、ヒルダも使えるし、フォノンも使えるし、みたいな。まあ、結構いろいろあったりするじゃないですか。でもそれは、いろいろやってきてるのもありつつ、バージョンアップでキャラを変えてきてるっていう、歴史でそうなったみたいなパターンももちろんある。ベースがね。まあ、俺もそうなんだけど、全キャラある程度動くけど、歴史上全キャラ使ってきたので動けてますっていう。現在進行形で全キャラ練習してますってわけではないのよ。人間なので、そんなに時間がない。毎日全キャラやり込んでいたら、1キャラあたりのやり込みの時間が20分の1になって、めっちゃ弱い。めっちゃ弱いねん。雑魚。1時間練習するのが20時間になるからね。まあ無理なんですよ。だから、キャラを絞んないと、当然強くなれない。当たり前じゃん？さすがに。キャラクターが20体いて、1体ずつ、ね、経験値上げていく、レベル上げしていったら、大変じゃん。キャラ絞ってやってた方がいいじゃん。ってなるから。まあなんで、他キャラ使うのは効率が悪いんですよ、正直。なので、普通は出せないけど、鬼のように時間をかけ、もう本当に勝ちたいみたいになったら、キャラピック被せるとかは全然ありだと思います。できるなら。無限に時間があって、無限に遊べるんであれば、それはもう有利なキャラぶつけた方がいいに決まっとる。言ってしまえばね。無限にできるってことは、無限にやり込めるってことで、その、なんだろう、時間的な問題はないのでね。まあ結構ね、この辺が一番の要因なような気はしますね。専業プロみたいな感じになって、もしやるってなったら、時間がいっぱいあって、まあでもそれでも難しいよな。言うて無限にはないから。その、普通の人は、社会人とか学生として働いて、で、休みの時にゲームをやる。で、強くなる。でも専業だったら、まあある程度、やっぱ、ある程度というか、その、結構時間が増えると。そのゲームをやる時間が増えるので、まあそのタイミング分やれる。ってなると、まあ2キャラぐらいかな、やっぱね、持てるのは。2、3キャラみたいな。難しいっすよね、これはね。そう考えると、勝ちたいならキャラ選び重要っすね。そうなんですよ。だから、まあそれこそ本当に専業プロでやってるような人たちのキャラ選びと、そのアップデートの変化っていうのは、マジで大事なんで、気が気じゃないだろうなって思ったりはしますね。つまり、退職後の G、確かにね。まあ確かに、無限に時間があるようになると、俺たちはもっと強くなれる可能性はある。目がシュパシュパになって、格ゲーどころじゃない可能性はあるけど、まあ時間は大事ですよね。で、まああとは、若者の吸収力の高さっていうのもあるので、まあこの辺の天秤でしょうね。まあとりあえず話逸れちゃったんですけど、要因としてはやっぱり、かけれる時間の違いっていうのと、ワンダーナイトの方が、意外と、なんかフリーキャラが少ないというか、なんとかなっちゃうんじゃねっていう話もあるかもしれんね。逆にね。その辺はやっぱコンボゲーゆえに、立ち回り以外の比重がでかいので、で、キャラ相性っていうのはほぼほぼ立ち回りの話なので、その分変わってくるかなと。置き攻めの、が通りやすい通りにくいっていうキャラ相性はありますけど、まあそれよりは立ち回りの方が影響度はでかいですね。シンプルに。っていうところなのかなと思います。はい。お便りいただきありがとうございました。